パラスティカの豆だと沢出です。今日は宮城県の石巻市にやってきました。初めてですよね、石巻市は。いや初めて。仙台はイベントで行かせてもらったりしたんですけど、はい、初めての石巻市、今日はこちらのフェリーに乗って、はい、石巻の離島を旅していきたいと思います。うん、最近こう月1ぐらいでね、うん、こうお仕事にね、うん、他県に行かせてもらって、うん、うちらも大変幸せでございます。本当にありがとうございます。どんどん待ってますよ我々は。ということで、まあ、今回も美味しいグルメだったりとか、あのいろんなね場所を巡って女子旅やっていきたいと思います。はい、まずはお昼から、食べていきましょう。そうですね、パラスティカということで、まずは石巻元気市場でご飯を食べたいと思います。はい、海鮮丼とか、これすごくねんけど、このアラーメン、あー美味しそう。やっぱ魚系なんだね、まあ、そうですよね、港近いですから。何にする？どうしようかな。鮭とイクラの親子丼。じゃあ私は元気丼にします。あ、いいじゃん。ということでお料理が来ました。やったー、いただきます。あ、お食事ですか。すいません。はい、どうぞ。ありがとうございます。あ、関係ない。関係ない。あの結構出ますので気をつけてくださいね。一応これなんだよね。あ、これなんだよね。多分。あ、そうなんだよね。ここに入れんのよ一回。ごめんなさい、全然気づかなくて。いいのいいの、旅行ってそういうもんだから。そうですよね。旅ってこういうもんでしょ。そうそうそう。いただきます。いただきます。美味しい。まあまあ朝早かったから、マジいい朝食って感じだよね。さすがね、海の幸って感じだよね。さすが海の幸。大丈夫、感想。でもやっぱり旅行先で美味しいお魚食べれると美味しいよね。そうそう、そういうことが言いたかったの私今。はい、ということで、こちらゆっくり食べていきたいと思います。はい。サオデーさんはどう？あ、ここでした。パラスティカ、ご飯を食べまして、これから我々は猫がたくさんいる田代島に行きたいと思います。やった、猫大好き。猫大好き。じゃあちょっとチケット買いますよ。はい、じゃあ二度行き押します。はい、はい、で我々はね今回片道で行くので、1250円。よろしければ発券ボタンを押してください。はい、発券、発券中です。買いました。はい、こちらであのフェリーに乗って猫に会いに行きます。はい、猫待ってろよ。待ってろよ猫。すごい楽しみだ。こんなにいるの猫。マジでいっぱいいんだ。いやマジでいるっぽいぞこれ。これうちの近所の日じゃないわ。いや、田代島なめんなよ。うちの近所もまあまあ地元ね、あの猫いるけど、その日じゃないね、これは。これは結構、わんさかいる系よ。あー、楽しみだわ、じゃあ。パラスティカ。はい、ということで、田代島にやってきました。ここに書いてある通り、ここはもう猫の島と言われていて、猫がいっぱいいますから。やったー、猫猫。じゃあちょっと見てみましょう。はい。猫いたよ。マジで？どこ？あー、ヤッホー。ヤッホー。こんにちは。かわいい。ヤッホー。ほら。ほーい。じゃあどっちが先に猫見つけられるかゲームするから。あー、いいよ。猫多い少ないって。いや、絶対多い方行こう。だってうちらはいかに猫探すかにかけてますから。やっぱり、どれだけ猫ちゃんを探せるかってところですよね。はい、そうっすね。先輩、猫いました。どこっすか。あそこっす。自分見えないっす。あそこです。自分、どこっすか。あそこに来るですか。猫ちゃん、こんにちは。いや、怖いって。猫ちゃんはやっぱり人見知りだから。自分見つけたっす。どうしました。自分自分猫ちゃん見つけたっす。ちょっと教えてくださいよ。かわいい。あ、見てるよ。見てる。お、ちっちゃいね。なんかちっちゃい。あ、こんにちは。かわいい。
でもいけんじゃない。あ、いける。あー、すごい気持ちよさそうな顔しています。かわいい。めっちゃかわいい。かわいい。じゃあなー。バイバイ。バイバイ。先輩、猫ちゃんの大群が。やばいっすね。みんな気づこうしてます。やっぱここあったかいっすもん。かわいい。寝てますね。もうカメラ越しだとほぼ映ってないですが、黒すぎて猫の島っぽくなってきた。あー、どうも。猫飼ってんだけどさ、健康さんいつもさ、あ、うん、あ、あ、かわいいっす。かわいいっすわ。かわいいっす。じゃあ島の駅にね、はい、着きまして、はい、こちらでなんか軽食があったりとか、うん、グッズがあったりするらしいので、はいはい、ちょっと見てみましょう。はい、はい、猫グッズがいっぱいいっぱいあるね。これは追加しますわ。それ可愛いじゃん。猫可愛いよね。うん、買っていくかな。いいじゃん。ずっとつけて猫の島にいるとき。あ、いいよ。これうちら買って、うん、ちょっと猫の島いるときずっとつけますこれ。だこういうことだよね。あ、すごいですよ。こういうことだよ。あ、ダメ。前髪とかダメだよ。あ、ダメですか。だって猫前髪ないじゃん。猫猫前髪ないもん。いや、そこまでなりきるんだ。そうだよ。あ、そういうこと。なりきってるよ、それは。これは猫でしょ。なりきってんだよ。でも親だと思われる。パラスじゃあ、牡蠣の潮汁をいただきたいと思います。美味しそう。いただきます。自分ちょっと猫舌なんすよ、ね。それわざと今ここだからとかじゃなくて。違うっす、本当の方で。あ、マジで、はい。うわ、これはね、うん、すごく美味しい。ね、うん、お塩なんですけど、うん、この牡蠣の旨味がめちゃくちゃ出てるね。牡蠣いただきます。おいしい。あたまったにゃん。あたまったにゃん。あたまったにゃんね。ありがとうございました。ありがとう。猫です。じゃあちょっと失礼します。失礼します。すいません。いくぞ。来てる来てる来てる。あー、今見てるんだ。ごめんよ。またね。またね。いや、マジでマジで見えなくなった。いや、ボルト行くわ。開けます。はい。あ、綺麗。はい、まっすぐかな。3つの扉があるぞ。どれ選ぶ。どれを選ぶ。おお、あ、いいや。あー、たみだー。たたみだー。まみなちゃん、まみなちゃん、なに、もしかしてさ、うん、ここ綺麗なんじゃない。開けちゃう。開けちゃう。あー、したいと思います。はい。パラスティカ夜ご飯です。海鮮メインでかなり美味しそうですが、うん、食べましょうね。そうだね。はい、いただきます。ちょっと何から食べるか分かんないよね。分かんないね。この地域がクジラが有名なんですって。お魚とお肉の真ん中みたいな、うん、やわらかくて美味しい。ほんと、うん、美味しいね。あ、うちらの大好きなすき焼き。あ、見てください。あー、あー、美味しそう。じゃあちょっとここからはね、はい、ゆっくり食べていきたいと思いますので。はい、はい、すみません。パラスティカ2日目の朝です。はい、おはようございます。これからですね、我々は船に乗って、はい、金華山に向かいます。
向かいます。はい、はい、鹿とかいるみたいですよ、金華さんは。そうなの。はい、あの昨日見ました、パンフレット。あー、ほんと。早速船に向かいたいと思います。はい、はい、ということでこちらの後ろに止まってる船です。はい、こちらに乗ってですね、我々は金華さんへ向かいますから、今から頭も気をつけてください。金華さんに到着しました。こちらですね、あの、はい、金運のパワースポットと言われておりまして、はい、3年かけてお参りすると、うん、一生お金に困らないと言われている、うん、日本で最も歴史のある金運の元祖パワースポット的存在の場所です。はい、もうしっかりお参りさせていただきます、こちらは。そうですね、はい、じゃあ早速行ってみましょう。はい、ここで一礼してもらってね。はい、お参りさせてもらいます。失礼します。多分この2日間でうちら3万歩ぐらい歩いてるよ。歩いたね、うん、すごいいいね、運動になってとてもいいよ。はい、じゃあ私、うん、1800円洗うわ。なんか1800円、何のその800円なのそれ。これを入れて、え、こうやってこうやってやるんですか。お水に入れるのすごい緊張したんだけど私。はあ、こんにちは。シャカ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 。まあ水冷たいですよね。冷たいですね。見てください、私の気を待った1800円です。じゃあ私は財布ごといっちゃいます。これ財布ごといっちゃう人はいないんですか。あれ人見たことないですね。あ、それはいないですね。さすがにこういっちゃう人はいないですね。じゃあ私は、はい、1051円でいかせていただきます。清めます。はい、シャカシャカシャカ。あ、いいですね。あ、清まってる。清まってるよ、うん。はい、皆さんもね、ぜひ来たら必ず見てください。パラスティカ。あ、やばい、来た、どうしよう。怖いかも。あ、やばいやばい、結構怖い私。はいはい、はい、もうないの、ごめんなさい。すごい来たね、すごい来たね。あ、心地いいだよ、下だよ、もうないよ。ねえ、どうしよう、ないの。もうないよ、もうないよ。すごい、うわ、めっちゃ大量にうんこしてる。バイバイ、バイバイ。はい、皆さん、はい、こちらホエールタウンオシカです。観光物産交流施設になっておりまして、まあ、グルメですとか、うん、お土産がね購入できたりするんですよ。早速行ってみたいと思います。ちょっとパーって見るよ、いったん。いいよ。あー、なるほど、わかりました。いや、早っ。いや、速読じゃん。うん、クジラ刺身定食がいい。あー、わかったよ。アナゴ丼行かしてもらうわ。あ、うん、いいじゃん。せっかくだからちょっとじゃあシェアしよう。うん、いいよ。シェアシェアしまーす。これがオバって言って尻尾になりますね。はい、あとこれが皆さんが言うベーコン。ベーコン。はい、あとこれお肉って言って一番美味しいところですね。はい、マグロで言うとトロの部分になりますね。へえ、はい、いただきます。美味しい、美味しい。ふわふわすぎて枕みたい。その表現も合ってる。合ってるよね。合ってる合ってる。いただきます。いただきます。美味しい、美味しいね。臭みがないんだよ。あ、ないね、全然ない、うん、ちょっと食べて食べて。姉さん、これは枕っす。めちゃくちゃ美味しいでしょ、うん、ごちそうさまでした。パラスティカ。クジラのサイダーって普通今まであまり聞いたことないし、まずいです。
クレームなしで飲んでくださいって売り出したいのにまずいですっていうポップ書くことなかなかないかね。それで T シャツのすぐ前に気がつかなかった。全然気づかなかった。気づかなかったわ、すごいポップにクジラの口にポップすぎる。ポップすぎるけど。ということでこちらで今回の旅終了でございます。はい、もう楽しくてあっという間でした ね、 ね、美味しいご飯があったりとか、うん、あの動物とね出会ったりとか、うん、あとね私すごい良かったのが、うん、あのさっきもねお土産屋さん の、うん、あのお母さんと喋ったんですけど、うん、皆さんの優しくて面白いですよ確かにね、うん、だからちょっと人とこうやって触れ合うのもすごく楽しい、うん、旅の醍醐味かなと思いました。はい、アクセスがね、うん、すごい良くて、そう離島のね移動も、うん、かなりスムーズでしたよね。そうなの、うん、すごい楽しかったですね。こちらの今回のね旅をさせていただいた石巻市の詳細は下の概要欄にありますので皆さん必ずチェックしてください。はい、私たちのツイッターのアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録お願いします。以上、せーの、パラスティカでした。さよなら。ありがとう石巻。ありがとう。さっき買ったねサイダーとアイスちょっと、はい、いけるサイダー、もう行くよ。自分すごいわ。自分行きます。いただきます。はい、いや全然美味しいけど飲みたい。いや全然美味しいよ。うん全然美味しいなんかあ普段うちらまずいもの食べ過ぎててさっさとなんか甘じょっぱいサイダーって感じだよ、うんうん、確かに美味しいっすよおばあちゃんはい、じゃあこちらはミンククジラのアイスです、うん、いただきます。大優勝。マジかよ。マジでね、うまなんかちゃんとクジラの食感もあるし、うん、これもなんかちゃんと甘じょっぱくなってる。なってんね、うん、これぜひ皆さんも食べてみてください、うん、はい、さよなら。バイバーイ。